誰かが慌てて作ったようだな。電源を探してみよう。
私、昔はね、宇宙飛行士になりたかった。本当に？うん、宇宙を独り占めできるからかっこいいでしょ。なんてね。お、宇宙船みたい。あ、まあ、宇宙船の音知らないけど。でしょ？子供の頃になりたかったのは歌手。嘘でしょ。本当だよ。何か歌って。断る。いいじゃん、笑わないから。いや、絶対笑う。ジョエル、ねえ、お願い。さあ、行け。ほら、詰めろ。わ、これって猿？ああ、たくさんいるな。
詰めてくれ。いぞ。なんか感動した。猿を初めて見たのか？猿を初めて見たよ。さあ。あのマーク、ファイヤーフライだ。そうだな。よかった、ファイヤーフライのサインだ。よし、開けてみろ。あれだ。動かない。気をつけて。そっちも。やっぱり。奴らが取り付けたようだな。向こうに発電機がある。届かない。
いつまでいたんだろうな。奉仕だ。
感染者はいたが大丈夫だ。よし、ゲートへ来い。やった！おい、通ってくれ。おい。ファイアフライだったのか。いや、それはないだろう。研究所からこんなに近いの？侵入者を防ぐためじゃないか、ビルみたいに。ああ、そうかもね。見張りはいない。何もない。ああ、誰かいると思ってたかな。中に入ってみよう。あんたも言ってたの？大学にってことか。うん。大学には行ってない。なんで？ああ、その頃もうサラがいたから。え、結婚してたの？ちょっとだけ。何があったの？ちょっとね。ごめん。
それが。進めろ。ねえ、あそこどうかな。ああ、入れそうだな。ダメだ。他を探そう。乗り越えられるかも。ほら、詰めろ。思ってたのとは違うが、うまくいった。よし、入った。来い、手を貸せ。よし、いいぞ。ありがとう。あたりを探そう。誰か
始めるか。いい感じだ。来たよ。いないの？状況が分かるまでは静かにしてよ。
死体がないっていいことだよね。どこに行ったか分かれば。また感染者に護衛が2人やられた。あいつらまた。きっとクリッカーがやったんだよね。いや、クリッカーなら隠れない。ファイアフライでもない。研究してるうちに猿になっちゃったのかな。探せば何かあるかもな。
全ての実験用具は無事荷造りできた。さて、問題は猿たちをどうするかだ。感染した猿は処分しろと言われた。まったく知ったことが。犠牲になったのはこの子たちだ。無事に逃げるのに値する奴ら。おい、やめろ。ああ、しまった。噛まれた。やばい。猿に手を出さなくてよかったな。どこへ行ったか言ってないわ。ああ、探し続けよう。ファイヤーフライを探してるならもういない。知ってるよ。私も死んだか死にかけてるだろう。今のうちにメッセージを残す。何か手立てがあるとしたら、やってきたことは全部時間の無駄だ。これ以上続けられない。くそ。チームはソルトレイクシティのセントマリー病院にいる。まだそこで世界を救おうとしてるだろう。まあ、頑張ってくれ。どこだかわかる？町の位置は知ってる。遠いの？ああ、近くはない。馬だとな。何？ファイアフライ？伏せろ！あの人たち誰なの？そんなことより、とにかくここから逃げ出そう。
見えてるぞ。来いよ。
出てこい。じゃなきゃ力づくだ。もう大丈夫さ、ジョエル。ジョエル、まずい。ジョエル、ほら、ねえ、起きてよ。どうすればいいの？お願い、起きてよ、ジョエル。これじゃ足りないな。ここで待ってて。どこなの？いたいた。
しなきゃ。落ち着いて。ごめんね。あの傷でまだ生きてるなんて。何なの？ここ。うん。おい、最高。大丈夫。全然怖くなんかないし。いや、話をさせてくれ。妙な動きをしたら眉間を射抜く。そっちの男も。何の用？ああ、デビッドだ。こっちはジェームズ。仲間たちが腹を空かせてて、女や子供もいる。私だって女だし子供だ。腹も減ってる。ああ、よかったらその肉と交換しよう。何がいる？武器か？銃弾？服？薬。抗生物質を持ってない？あるよ。戻れば。一緒に来るなら。私はどこにも行かない。そいつに行かせて。薬を持ってきたらこの鹿はあげる。仲間を呼んだら。俺の眉間を射抜くだろ。そうよ。ペニシリン2瓶と注射器だ。
急げ。行け。銃を置いて。わかった。下がって。しばらくかかりそうだ。小屋で寒さをしのがないか。なら運んで。よし。こんなところに一人でいるのは危険だ。群れるのは嫌い。そうか。名前は？なんで？急には信用できないよな。気持ちはわかる。仲間が怪我して心配なんだろう。人大丈夫さ。どうかな。持ってたの？ごめんよ。そろそろライフルを返してくれ。ダメ、それがあるでしょ。使えるんだろうな。経験はある。何があっても侵入させるなよ。見つからないといい。窓を見てろ。わかった。
階段を頼む。了解。どうする？私の心配はいらない。よし、遅れるな。気をつけろ。おいおい、大丈夫か？大丈夫。クッカーが来た。こっちに来るな！あそこへ上がるんだ。ああ、あのはしごを使おう。で、私を持ち上げて。よし、いいか。空行け。早くしろ。奴らに気をつけるんだ。分かってる。
オッケー、行くよ。気をつけろ。わかったよ。はいはい。出口があるはずたち、奴らと戦って負けたんだ。こいつらを探して、まあいい、武器を持って俺は出口を探す。使えるものは何でももらえ。何かある？行き止まりだ。どうやってこの建物を使ってたんだ？じゃあどうする？大使、気をつけろ。
残念そうに言うなよ。信じられない。見ろ、いなくなった。言っただろう。
よし、大丈夫だな。鹿のところに戻ろう。さっきの腕前はなかなかだったぞ。俺らはいいチームだったな。運が良かった。運だって？いやいや、運なんてものはない。俺が思うに、全ての出来事は運命なんだ。へえ。本当さ、証明できる。ほら、今年は寒さが厳しかったろ。何週間か前、俺は食料を探しに仲間たちを町へ送った。戻ったのは数人。他の仲間は全員イカれた男にやられたそうだ。そいつにはな、一人連れがいたらしい。女の子だ。ほらな、全ては運命なんだ。おい、動揺するなよ。お前は悪くない。ガキなだけだ。ジェームズ、銃を置け。嫌だ、断る。そいつは行かせない。いいから、置け。薬を渡してやれ。みんな納得しないぞ。お前は心配しなくていい。邪魔だ、どけ。冬の寒さは厳しい。守ってやろうか。余計なお世話。さあ、もう行こう。ジョエル、食べ物はちょっとしかなかった。でもこれがある。動かすよ。ごめん、これで大丈夫。助かるよ。つけられたんだ。私が何とかするから待ってて。
ントに行くのか。うちに馬の足跡があったぞ。ビールぜ。おい、いたぞ。おとなしくしろ。撃て。でもデビッドだ。行け。撃つな。Thank you.